急げよ、車もエンジンかけちゃったから。電車乗り遅れるぞ。ふうま、お母様ね、私たちに別れてほしいんですって。何言ってんだ。お母様ね、病院にいらしたんですって。母と会ったらしいの。そっか。でもだからってなんだよ。私はね、嘘をつかれたってことが許せない。檻を見て言うつもりだったよ。母のことだけじゃなくて、私たち別れた方がよくない。だけじゃないって何のこと。風磨さんとやっていく自信が。そう、じゃあなおさらね。ちょっと待ってよ。あなたに対しては物分かりよく努めてきたつもりよ。それがこんな風に裏切られるなんて。しばらく伏せておこうって言ったのは俺だよ。別れないよ。気持ちは繋がってたんじゃなかったのか。他の男とセックスした。嘘だって言ったろ。した。ならそれでもいいよ。でもあたりとじゃないから。俺を一人にしないでくれ。なんで私なの。夏希だから。恋人、友達、それともお母さん。私は一体どの役を演じればいいの。全てだよ、夏希だよ。私のことが嫌いになったならそう言えばいいじゃない。そうじゃなくて。恋人が男だなんて信じない。自分でも信じらんねえ。どこの誰。言えないでしょ。言える。俺あんたに会うためだったら何だってするよ。気に障ったんならもう金を配達するようなことはしない。俺に飽きたんなら一年に一遍でもいい。俺はもうこういうことはやめる。それだけだ。やめなよ。女に体売って金作ってどんなに思ったって結婚できるわけじゃないんだから。俺あの人に巡り合うために生まれてきたんだと思う。はい、こちら太陽丸どうぞ。了解。よいしょ。おい、あのさ、今飛び島丸に無線出たらよ、船浜の方にいい方あるってさ。あれだ、行ってみるか。おう、今いかりあげるからよ、そっちそっち行ってみるか。よっしゃ。おい、おめえバカに張り切ってんな。おめえ海落ちんなよ。お前勝茂勝茂の顔色が近頃いい。女房が帰ってきたんだろうか。おかずが釣れないね。ラーメンでいいよ。そうか。ルイはお母さんいなくて寂しいか。うん。先生も寂しいよ。どうして。さあどうしてかな。先生。おお。ルイ。うわ。どうした。いや先生とこ行った時行ったらさ、志乃は帰ってきてるわ、夏希は来てるわ。夏希来たんかい。釣れますか。先生さ、アオリイカ先生とこ台所置いてきたから。いや刺身にして食ってよ、ね、ルイルイクイユー。かわいいだろう。ルイちゃんこんにちは。こんにちは。お弁当も早く作れよ。そうだね。夏希も来たんだから。勝茂どうだ、夕飯一緒にしないか。ああ、いいわね。
いや、それ俺入れ違いで東京行くんだよ。あたりや風磨たちにちょっと見せびらかしたいもんがあってな。何なの？秘密のアッコちゃん。じゃあな。じゃあな先生。えい。あいつ何浮かれてんだ。ちょっとゆっくり考えたいことあって、それにちょうど次郎もこっちに帰るっていうし。そうか、うん。ルイ、ご面倒かけませんでした？いや、いい子だったよ。東京の方じゃみんな元気にしてんのかい？それでね、先生、私たち近々上京しようと思います。え？あたりの紹介で仕事決まりそうなんですよ。どんな仕事だ？銀行の寮の管理に。ルイはどうするんだい？一部屋くれるって言うんですよ。キッチンもついてて親子二人で生活できるの。それにしたって働いてる間ルイは？それは仕方がないわ。ルイにも私たちは厳しい生活をしていかなきゃならないってこと分かってもらわなきゃ。そうかい、行ってしまうのかい。そう、お邪魔します。ここ締め切れば OK だから、ね、社員価格でいいからね。ありがとうございます。マンションってため水でしょ、うん、つけた方がいいんですよね。そうなんだよ、もうすっかり女房じゃん。でも風磨来てるとは思わなかったよ、うん、このところお見限りだったじゃん。あたりというのツーショット見に来たんだよ。ほら、ちょっと見てやってくれよ。お似合いだよ。でも夏希なんで問いに行ったの？先生の顔見たくなったんじゃない？しかしなんだよな、お前その格好。なん、水だよ、ナビだろ。それ流行ったの夏ですよ。いいんだよ、青年団で後押ししてさ、問いの水売り出すんだからさ、気分盛り上げてるわけよ。な、俺たちに見せたいもあるって。そんなもんだったん？いや、違う。なんだよ。なんで？まあ、ずれな。ねえ、水はいつ売り出すね。来年の後半かな。のんびりしてんだな。お前、大事なんだよ。水汲み上げんのにさ、地下100メートルまでポンプ下ろさなきゃなんねえしよ。あ、そうだ、お前さ、弟呼んだろ。いいかな。いや、せっかく紹介してくれるって言うのにさ、この間不義理しちゃったしさ。でもお邪魔じゃないかな。俺たちは構わないよ、うん、じゃあ呼ぶね。うまいわこれ。うまいの？うん。もしもし、風磨さん？俺、電話ずっと待ってた。なんてね。あいつ、また遊びに出かけちゃったのかな。受験生なんだろ？しょうがないな。本当にのんきなのよ。でもね、数学の成績だけはね、急に上がったの。風磨に見てもらったらもっと上がるよな。あ、うん、家庭教師お願いしようかな。あれ誰だ？あ、いい、俺行く。店代もさ、到着したみたいだから。はい。なんだかな。さあ、問いの伊勢海老。まさか。あいつ盛り上げるときさ、伊勢海老持ってくんじゃん。そう、ついでにわさび持ってきたかな。おろし金でおろしたツーンとした本物食いてぇなぁ。俺のガールフレンド高瀬由美です。19歳。いや、あのさ、青年団の宴会でな、コンパニオンで来て、その時な。うん、そりゃねえな。お先、ビールでいい？
風磨とはうまくいってんの？はい、ありがとう。そのことで先生に相談に来たのかと思った。顔見に来ただけよ。ほっとするんだもん。風磨がさ、新宿のホテルで連れてった男の子ってどんな感じだった？どんなって？あたりに似てなかった？あんな男臭いタイプじゃなくって、優しい感じだったけど。なんで？私風磨のこと何も知らなかったんだなーなんて思って。高校時代ってさ、何にもなくてのんきだったよね。浜湯の花見たいな。浜辺に純白の花咲かせるでしょ。夜でもくっきりと真っ白に咲いてて香っていて、夏まで待たなきゃ。時間ってさ、早めることも巻き戻すこともできないんだよね。映して波打つ駿河湾、熱き血潮にたぎ立つ夢抱かなやこの胸に愛しの学びや遠い西と。ひょっとして C カップいいの？でも羨ましいわ。見せてあげようか。ちょっと、おお、何やってんだよお前は。バカだな。自慢なんだもん。鼻ジブ。これもふー、生きててよかった。ユニークなガールフレンドだね。何やってんだよ。いいじゃん。いいのか、一人で感じちゃって。あ、ガールフレンドだよ。あつさ、あいつこっちの友達になりたいって言うんだ。しょうがねえだろ、わがままなんだよあいつ。奥さんのお父さんだ。帰ってこねえもん、しょうがねえだろ。あんまりガタガタ言いたくねえけどな。場合によったら俺あいつと再婚してもいいかなと思ってんの。子供欲しいんだ。ゆい返しちゃって悪かったな。前々いるってわけじゃねえんだよ。風磨も止まってりゃよかったのにな。お前ら始終さ、つるんでたじゃねえか。家庭持ったんだよ、しょうがねえよ。寂しいけどな。だんだんあいつ遠ざかっていくのかな。白き富士の気高さを映して波打つ駿河湾、熱き。
嵐くんいますか？友達なんですけど。まだ帰ってないけど。そうですか。今何時だと思ってんの？すいません。先生、私食事が終わったら東京に帰ろうと思います。そうかい。考えたいことはあるとか言ってたわ。結論はまだ出てませんけど、でも落ち着きましたので。それでね先生、私たちも夏希と一緒に上京しようかと思って。え？寮の話が決まるまで翔子のとこ厄介になります。何もそんなに慌ただしく。ルイもこれ以上先生懐いたらお別れが辛くなっちゃうわ。あら、いつも母がお世話になってます。あのこれ問いのところ点なんですけど、よろしかったら皆さんで。ありがとうございます。疲れましたか、お母さん。でも外は気持ちよかったでしょ。お守り見せてください。よっぽど大事なものが入ってるんですね。夏希、夏希は今日は来てません。出てっちゃいました。僕のせいなんです。お母さんの心が僕たちに見えないように、僕たちはお互いの心を見失ってしまったんです。夏希を愛してます。でも僕には表現の方法がありません。ここに音楽があふれかえってんのに楽器がありません。他に好きな人がいます。その人に流れていくメロディーと夏希への思いとは別です。でも自分にとってどちらもかけがえのない、多分死ぬまで鳴り響いている音楽です。夏希がいつの間にか僕の命の一部になってた。寂しい僕の人生にたった一つのぬくもりなんです。夏希を産んでくれたお母さんに感謝します。お帰り。問いはどうだった？ところてん冷蔵庫に入れておきますので。ありがとう。決心してくださった？はい。そう、じゃあ風磨が帰ったらうちの人にも話して今後のことを話し合いましょう。風磨さんのそばにいます。許しませんよ。私今まで自分のことだけしか考えて生きてきませんでした。誰かのために自分がいるってこと知らないままで。こっちのベッドね、
あなたに差し上げますから持っててちょうだいね。フーマに私がついてます。あの子のことはどうぞ心配なさらないで。それあたりが。ええ、私がいつかって買い物してきたんです。こんなものまで。足りないものだったら言ってください。助かるわ、ありがとう。私が気がつくべきなんだよな。いさせてもらうだけで。私って人の情けには恵まれてんのよね。あんたさ、あたりとは結婚すんの？もし申し込んでもらえれば。あいつ何もたついてんだろうね。27ですもん。まだ男の人はスパッといかないわ。それにとりあえず今年の12月24日はスケジュールがブランクじゃないってだけでも。イブか、来月じゃない。いや、切実ですよ。一人ぼっちのイブなんて最低。翔子はいないの？ああ、何がイブだよ。ヘでもこいて寝てるよ。そうだ、あたりがね、今夜一緒にお食事しませんかって。勝重さんやヒゲさんたちも一緒なんですけど。ああ、そう、駒沢通りにね、私の一押しのスパゲティ屋さんがあるんですよ。いいね、行こうよ。夜遅くなんない？私はルイがいるし。手伝いします。いいの、予約だけだから。ああ、いけない、お肉3人分しか買ってないわ。だってあなた今夜もおといだと思ったから。じゃあ私はあの風磨さんと一緒に外で。そうしたらお肉が無駄になっちゃうわ。でもまだ風磨さん帰ってきてないですし。帰ってきますよ、だってここあの子の家なんですもん。いいのよ、あなた一人で召し上がってらっしゃい。じゃあ夏希んとこテルしてみるわ。さんとこうまくいってるんでしょうか？みたいよ。なんで？だって風磨さん残して一人で遠いに行ったりして。結婚したからって新庄一緒にはいらんないわよ。ねえ、話中だよ。もしもし、どなた様でしょう？もしもし、安藤風磨はホモだ。嘘じゃないよ。あなたはどなた？安藤風磨に恋人を取られた女です。新宿2丁目のスプラッシュって店に行ってください。ルイはもう寝たのだろうか。そうか、翔子出かけちゃったんだ。今から追っかければ間に合うんじゃない？いいよ、私風磨とも連絡つかないんでしょ？だから夏希さん帰ってきたけどまたプイって出てったわよ。あの子ここに居つく気ないわね。そう言ったのか？言わないけどわかるわよ。もうおしまいね。ステーキ焼くわね。いらない。どこ行くの？ねえ、ちょっと聞きたいことがね、風磨。明日にしてくれ。ねえ、風磨、ねえ。女性客はお断りしてるんです。1分で済むわ。この人知りません。見たことありませんね。うちのお客じゃありません。そうですか、お邪魔しました。なんで？だって嵐のこれじゃん。この世界のこと表に出さないのが仁義だよ。嘘、信じらんないよ。だったらここに来て。姉貴今夜遅くなるんだ。住所言うよ。
嵐、いないの？開けてよ。やっべ、姉貴だ。ダメ、早く。鍵忘れちゃってさ。俺いるからいいじゃん。だって遊びに出かけちゃうじゃない。帰ってきて締め出されるのたまんないわよ。あ、表札さ、子供がいたずらしたのかな。マジックで落書きされてるよ。あ、そう。あんたさ、新しい表札書き直して入れといてよ。風邪ひくよ。早く来なさい。じゃあ、なるべく弱さの主体でしてください。あ、大丈夫だよ。帰るよ。え？気分が悪いんだよ。いや、夏希さん帰ってきてないよ。いや、連絡もないし。そう。もしもし。ああ、くったくった。楽しかったでしょ。でもよ、俺の彼女さ、マクドが好きなんだよな。え、何そのマクドって。ねえ、マクドナルドじゃん。東京じゃねえ、マクって言うんだよね。なんだよ。お前、どうしてそんなに遠いのジモッピーなんだ。なんだよ、ジモッピーってよ。ヒゲさん、若い。うちの弟も言ってたよ。地元ピープルのことだよね。悪かったな、地元民でよ。さ、腹ごなしするか。よし、何年ぶりかな。ふうま、どうしたんだな。連絡つかなかったのか。しょうがないじゃん。夏希もね、ゆいちゃんと夏希揃ったらマネージャーとサブマネージャーでワンペア撮ってるんだ。はい、はい、はい、はい。ふうま、何やってんだ。ふうま、ふうまって俺たちじゃん。お前、そんなのかよ。俺と勝ち違うとふうまでバスケ部支えてたんだよ。ごめんなさい。ねえ、セントってさ、まだやってるかな。この時間ここら辺どうなんだろう。なんか広いお風呂懐かしくなっちゃったのよ。チャプチャプポーなんてしてみた。先生、もう寝たかな。明日の朝ごはんの子どうするんだろう。マメな人だもん。一人で食べるご飯ってさ。私ね、結婚して何が嬉しかったって、鍋とかすき焼きとか一人じゃ食べられないもん食べられることだった。うーん、今幸せ。お母さんに追い出されかかってる。うん、頑張んなさいよ。はい、愛してはまた別れぬなら、一つ卒業のページ。
今行く。あのどうしたんですか。ホモ狩りだよ。え、ここはな、男が男をあさりに来る場所なんだよ。お釜野郎を半殺しにして金巻き上げてやるなよ。おい、構わねえよ。どうせあいつらは警察にも駆け込めやしねえんだからよ。どうしたんだ、当たるのやつは。あっ、親友なんだ。やるなら俺をぶっ殺せ。あたり。おい。腹の無しにちょっとハードだったよな。頑張れ。今日はこのスープだってた。生きてられるから。生きてろよ。お前が好きだ。俺もだ。違う。俺は入学式の時、俺は遅刻していった。列の一番最後にお前がいたよ。広い背中でお前がいた。その時からだ、お前を思い続けてきた。リリーっていう昔のミュージカル映画が好きで何度も見たよ。いや、映画っていうよりその中のセリフ一つ、誰に恋するかよりどう恋するかが問題だ。君が本当に欲しいもの、それだけが価値を持つ。12年間、苦しくて、けど輝いてた。
なんで夏希と結婚した？お前の女だったから。夏希になりたいと何度も思ったよ。夏希になってお前に。そのこと夏希は知らない。残酷だよ。ああ、でも俺にはそれが愛情と呼べるかどうか、でも必要なんだよ。あいつもお前のことを思ってる。俺たちは背中合わせの双子なんだよ。夏希も俺も月だよ。あたりっていう太陽に手を差し伸べて永遠に焦がれてるだけの月なんだよ。自分から光を放つことはできない。青ざめた。ねえ、今日妙な電話があったわ。俺に何ができるんだろう。何にも。お前俺のために命捨てた。必ずいつか返す、そう約束した。じゃあキスしてくれよ。いいんだよ、こんな死ぬまで言えるはずのない言葉言えただけで。それだけで。親なんですから。わからない。風馬さんがなんて、そんな嘘ですよ。でも風馬には高校生の恋人がいるって言われたわ。男の子なんですって。高校？あ、それきっと嫌がらせです。え、ほら今工事のことで学校と揉めてるでしょ。ああ、それで。ああ、私んとこにも妙な手紙や電話が。来たの？ええ、信じかけたけど、でも嘘っぱちです。あ、ごめんなさい。だって夫婦ですもの。そんな、そのことは私が一番よく。そうよね。おやすみなさい、夏希ちゃん。風馬のことよろしくお願いします。こういうとこ人が見たら吐き気とか思い起こすんだろうな。あたりはなんか妙な感じだけど反応しちゃってるよ。部室でマスの書きっこしてるやつがいて、俺ぶん殴ったけどさ、これアユマの延長なのか。マスの書きっこで12年も持つかよ。このようにあったんだな。今この瞬間一つ一つを俺は永遠に忘れないよ。このまま死んでもいい。
俺は女を愛せない、多分翔が愛せない。してる。